田です、まだちょっとね残暑が続いていて暑いんですけど、コイルとプラグ交換していきます。で、以前あのチェックランプがついて失火してたっていう動画出したと思うんですけどそこからちょっとまだあの予備のコイルでずっと走ってて、で多分もう1個失火したら他のコイルももうダメだと思うんですよ。で症状がひどくなってチェックランプがついたんですけど、その前からちょっとあの弱めの失火っぽいアイドリングとかが不安定っぽいの症状は結構前から出てて、まあ、ずっとシーズン中ももしかしたらコイルちょっとダメだった疑惑もあるんで、ちょっと今回はもうあの安心の純正コイル、イグニッションコイルっていうことでこちらにします。で、電圧も測っていきます。で、ただ、EJ のこのコイルのあの正しい電圧っていうのがわからないんで、新品を4つ全部測って、それと今ついてるやつの差をちょっと見てみます。で、プラグは H ケースの、9番です。8番に落としてもいいかなと思ったんだけど、8番でも真っ白だったんで、はい、まあもう一回9番使って、ちょっとまあ濃いようだったら8番、まあオフシーズンだけ8使ってシーズン中だけ9っていうのもまあありっちゃありかなとは思ってます。あとね、エンジンオイル、3月にシーズンオフを迎えて今もう9月なんですけど、そこから半年間オイル交換してなくて、距離でいうと800キロしか走ってないんですよ、シーズンオフはねなんでオイル交換もちょっとやって、まあメンテナンスの日ですね。はい、はい、そしたら、まあ、コイルにもアクセスできるような体勢になりました。まあエアクリ取って二次エアポンプ取って、でね、僕の場合バッテリーがメガライフで小型化されてるので、バッテリー取る必要ないかなと思います。大きいとね結構こっちまで来るんで手が入んないんですけど、二次エアポンプ取るだけでいけると思います。で、僕はいつもこのユニバーサルで取ります。電圧を測るって言ったんですけど、3品あって多分両端とかで測ると思うんですけど、なんかちょっと EJ のコイルの正しい電圧とかも分かんなくて、ちょっとね、で200オームで測るもんだと思ってたけど、200オームだと反応しなくて2000なんですよ。で、だいたい普通のだと200オームとかで両サイドのピンとかで測ると思うんですけど、200は出なくて、見えるかな、左2つで測ると56 3 568 569 569、でこのピンを逆にすると856 889 882 893、ちょっとずれるんだよ、両サイドにやっても反応はしない。で、こっちで測ると数値が全然違うんですよ。1000
1588。1605。1603。1601。これだけ1600いかないね。こっちも1242、1245、1241、1251。これだけちょっと違う。これだけちょっと違くて、ちょうどこれがこの前失火したって言ってたやつ、10ちょっとしか変わんないんでね、そんなになんか変わんないような気もするんだけど、ちょっとこれ正しいあれがちょっとわかんないんで、これでやっても反応しないんだよね、逆パターンでやってもプラスマイナス、こっちは反応すんの。全然電圧が違うってことだよね、これ。両サイドのこれで測ると1600いくつくらい？1626、1674、1614、17いくつ。これは数値がずれすぎてるんで、両方多分違うと思うんで、最初のやっぱ50いくつのやつ、55、558、これで測定合ってると思うんですよね。だいたい56なんで、これだと。いやちょっとわかんないね。2000オーム、200オーム、1.84、6.いくつとかやっぱ全然違うもんね。でも大体4つとも大体は合ってんだよね。こっちだと 0.いくつって桁が1個違っちゃうもんね。とりあえず、前に使ってたコイルたちもなんかそれぞれ4つの誤差っていうのは限りなく、まあ少ない、まあまあ少ない感じです。ただ電圧自体が3種類のコイル全部違う。ようわからんな、ほんまに。ようわからん。あとはちょっとプラグ取ってないんで、それをちょっと変えてみまし、取ってみましょう。プラグなんですけど、1番、3番、2番、4番、3番がね、ちょっと濡れちゃってる感じで、コイルが悪さして失火して点火してなくてこうなったのか、
もしくはもうブローしかないっす。失火してた状態でしばらくちょっと乗っちゃったんで、その時の残りかもしれないんですけど、ちょっと怖いっすね。で、皆さんご存知だと思うんですけど、プラグね、締めすぎも締めなさすぎも良くないんで、ここに書いてあります、2分の1から3分の2、半分か半分ちょいぐらいです。最使用の時は12分の1という感じです。まあ、特に、ブロックアルミなんでね、ネジ山行っちゃったらもう終わりなんで。はい、という感じです。はい。